下りです。待ってください。いやー楽しかった。久しぶりにドロドロのぐっちゃぐちゃだったからね、足取られて滑る感じもバランス感もね求められてすごい楽しかったです。いやーちょっと目標1時間半に設定しましたけど約5分オーバー。いやーもうちょっとねコンディション良くて、ね、下も乾いてればもうちょっとペースも上がったかなとは思いますけども、まあ、ここのエリアはそもそも水が豊富ということなんでこれがスタンダードかなというふうに思います。ぜひこのコースで挑戦してみてください。挑戦待ってます。Still
21分43秒。すごいね。きつい。朝一はね一本いってるし ね、 ね、余計にウォーミングアップで追い込みすぎたからきついわ。暑くなってきたしね。地産に関しても、まあ、今日も集まってもらったんですけど、毎週毎週どちらかの土曜日か日曜日毎週走ってるのですごい身近な、で家からも自分の家からもやっぱり15分20分ぐらいで着くので、いつでも時間があれば走れるとするのですごい身近なコース で、まあ多分もうなんかタイミングが合えばみんなで走ってるそんなコースなので、まあ、そこでの記録っていうのもなおさらすごい身近に感じる記録かなと思います、はい、僕らがいつも走ってるフィールドをその福井君が走ってくれるっていうのでかなり盛り上がるというか盛り上がりがあったんじゃないかなっていう、まあ事前告知してないですけど、全然多分今日走ったのは多分 YouTube でアップされると思うんですけど、それでまた盛り上がって多分走る人が増えるんじゃないですかね。そういう意味でもすごい来てもらって嬉しかったですね、地方の人間としては。そのね、泥だけになるのも楽しんで走ってくださいI'm not afraid to die.